はいどうも皆さんこんにちは、カニカニでございます。ということで今日は以前釣ってさばいたあのヒラメとマダイ、よっしゃ来たー、よっとマジか、ヒラメ1匹とタイが1匹、よっと白子だ。また来るよ。はい、こういう感じにおろし終わりました。できました。はい、ということでこちらの方2日間熟成させてありますんで、ちょうど今食べ頃なので、今日はそちらのヒラメとマダイを使ってフルコースを作っていきたいと思います。はい、ヒラメ、マダイ、マダイの白子があります。開けていきましょう。ヒラメ、マダイ、マダイの白子、5品料理を作っていきたいと思います。1品目ヒラメのお刺身、2品目マダイのお吸い物、3品目マダイのごまだれ茶漬け、4品目マダイの白子の天ぷら、5品目マダイの白子ポン酢、この5品作っていきたいと思います。それじゃあまずヒラメから作っていきます。はい、次に2品目お吸い物を作っていきます。お吸い物はもう贅沢にも切り身を使います。3切れぐらい。お湯に白だしを少し、だいたい白だしは水15に対して1ぐらいですね。はい、そしたらそこに先ほどのマダイの切り身入れていきます。はい、これで沸騰したら完成。はい、そしたら3品目ごまだれ茶漬けを作っていきます。まず普通に鯛を薄切りにしてごましゃぶのタレに漬け込んでいきます。はい、こういう感じですね。はい、これで冷蔵庫で10分寝かします。はい、では10分経過しました。ということでこれをご飯の上に乗せていきます。はい、そこに白ごまを少しで、山椒の葉を添えて完成。はい、じゃあ4品目マダイの白子ポン酢を作っていきたいと思います。この極上白子でね、まずは軽く湯がきます。沸騰したお湯にぽよん、だいたい沸騰したお湯に1分ぐらいで OK ですね。はい、そしたら一口大に切ります。最後5品目ですね、白子の天ぷら作っていきます。白子に衣をつけて、完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。ちょっと最初に言います、今日の飲み物はで銀色のやつです。今日は好きに食べたい。まずビール1杯飲まして、まずは1杯飲まして、疲れた、もう割合とか関係ねえ、まあ何でもええわとか言いつつしっかり7さん決めてくるやつ、いただきます。うめえ、しみるわ。とりあえずちょっとこれから生かして、この白子絶対うまいだろ、これ。これはうまいと思う。よいしょ、いただきます。もう大げさなリアクションとかいらん、もうシンプルにうめえ。じゃあ次は白子つながりでこの白子の天ぷらいただきます。今日はお塩でいただきます。なんじゃこりゃ、釣り岡さんがあんだけ言うのが分かった、これはうまいわ。次はこちらのヒラメのお刺身いただきます。今日はポン酢でいただきます。3枚ぐらいいただきます。いただきます。うめえ、こう熟成させてあるからさ、うまみがすごい。でここで一回銀色を挟みます。うめえ。そしたら次にこちらお吸い物いただきます。優しい。でこの身もいただきます。ふわふわで骨がないから食べやすい。はい、そしたら次こちら鯛のごまだれ茶漬けですね。まず茶漬けにしないです、そのままでいただきます。いただきます。うまい、これは
うまい。ごましゃぶのタレで簡単にできるんでおすすめ。ここでこのお吸い物あるじゃないですか、これあえて薄めに作ってあるんですよ。それをここにかけます、だし汁として。こんな感じですね。でネギを軽くかけていただきます。最強。釣りって素晴らしい。それじゃあゆっくり食べていくよ。痛い。ごちそうさまでした。いやーもう本当に美味しかった。ヒラメもマダイも釣れてよかったな。いやマダイ狙いだからマダイは釣れて、まあ当たり前っていうか、まあ釣れてそうだなって感じなんだけど、まさかヒラメが釣れるとは思わなかった。しかも平場で。やっぱ買った魚より自分で釣った魚の方が料理に気合が入るっていうことが分かった。今回サワラ狙いで行ったんですけども、ちょっとサワラが釣れなくてタイヒラメになりましたけども、次こそはサワラを仕留めてサワラのフルコースやるよ。それじゃね、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。